ちょうど、水道筋の商店街の、向かいぐらいまで来たらね、ちょっと寄りたかったお店がこちらでございます。佐藤豆腐店さんです。佐藤豆腐店さんでね、豆乳が販売ありますので豆乳を、いただきます。もうね、お酒いただく前にはあの幕張ったらちょうどいいんじゃないかなと思って、ちょっとね無知ですけどちょっといただきます。うまい、めちゃめちゃなんか豆腐の味めっちゃしました。うわ、うまい、うまい、うまい、うわ、爽やかになります。夏の飲み歩き1軒目とかには、1軒目というか飲み歩きの前にはぜひ皆さんお越しください。美味しかった、佐藤豆腐店さんですね、出た後は、この角を曲がると、到着です。はい、もうずっと串カツ食べたかったんですもうずっと食べたかったです、ここ数ヶ月ね、でやっと来ました、一等兵さんですね。今から行ってまいります。
気持ち悪いもん。レバーを揚げ加減、あの口触り香り全部うまい、やばい、めちゃめちゃうまい。ごちそうさまです、伊藤園さんいただいてきました。うまかった。もう本当ね、もうずっと串カツね、美味しいところで食べたいと思って我慢してたんですよ。ためにためてきたらね、やっぱもう止まらんかった。もう食いたい方で食って、飲みたい方で飲んで、もう安かった、うまかった、もうこれが答えですし、やっぱね他で絶対食べられない串カツあります。めっちゃうまいからね。やっぱ神戸の誇りじゃないかなと思います。最高です。ごちそうさまでした。はい、めちゃめちゃ美味しかった、伊藤園さんをね後にして、次の店に向かっていこうと思います。もう本当に食べ過ぎました。めちゃめちゃ食べました。やりたい放題食べて、ね、最高やったなって思って、この後ねこの水道筋の商店街、まあ後まで行ってもお店ね、知ったお店たくさんあるんですけど、今日は知らないお店に行ってみようと思います。行ってまいります。いやもう右側皆さん気づきます？こちらでございます。
私が今日行きたかったのが、灘中央市場ですね、行きたかったです、上に書いてますね、灘中央市場100歳になるらしいよ。大正15年だったかな、それぐらいからずっとやられている市場でございます。写真だけ撮らせてください、すいません。はい、そうしましたら灘中央市場ちょっとね、中歩いていこうと思います。撮影許可いただけまして、お飲み物届いてます。ご覧ください。マッコリビール初めて。めっちゃうまい、めっちゃうまい。私何頼んでいいか分からなくて、キンパとチヂミ、あの人気メニューワッツを頼んでみました。マッコリビールの美味しさからして本当にあの期待してますメニューで夜間でマッコリもあの提供されてますんで、こうなんか上手に飲んだりとか、なんかこうあの本当に韓国で飲めるのかなって思えるぐらいのいい感じで飲めるいいお店かと思います。マッコリビール飲みながら、あのもう前があの鉄板なんで、ね、お料理されてるの見てたらもうかっこいいめっちゃかっこいいよ、あのなんかあのそんななんかにっこりっていう感じじゃない、もう渋いねって感じで見れるいいあのお店です。
ちゃめちゃ綺麗なんです。あのすごい本当にこういう風に出すんだって勉強になりますね。うわすごい。で、あのジャンが2つあるんで、あのつけて食べてねって言われたんで、ちょっと1個ずつつけて食べてみようと思います。ニラが入った分とペースト状の分と。昔とかで、ね、キンパ食べること結構あるんですけど、なんかこんな上品なキンパ、しっかりしたキンパいただいた初めてです。めっちゃうまいです、うん、焼け具合が全然違う。あの五徳めっちゃいいやつで焼いてたと思うんですけど、パリパリ具合に油の感じも全部違うんで、めっちゃうまいね。マジで。ここにもないやつが、ここがあったら塩に入れた。あ、めっちゃもう本当にガチガチのもう韓国旅行に来た気分で、あの楽しんでるんですけどね。あの蒸し豚頼んだんです。メニューはメニュー表以外に裏にもメニューがあって、あの頼んでみたんですけど、もうすごい見て エゴマの葉巻いて食べると美味しいよって言われました。エゴマの葉が結構あのパクチーと一緒ぐらい買ってくる感じの、あの葉っていうのはね、皆さん分かると思うんですけど、美味しい。あのその後に油が来るとね、あの対比できるような感じ でキムチで締めてごま油でまろやかにみたいな、よくできた、あの本当にいい蒸し豚です。最後もうあとはもう永遠飲みますずっとエゴマで行ったらね、それで楽しめたんですけど、ワニか入ってもやっぱ美味しい。全然違った、うん、うまい。はい、やばかったです
あの次男さんめちゃめちゃうまかった。この本当にこう渋い奈良中央卸売、奈良中央市場かの中にあって、ちょっとね可愛いんだ、あの花のあるガチガチ韓国楽しめるって、なんか旅行に来たぐらいの気分で楽しめるいいお店なんでびっくりしました。お料理がもうガチガチなのも、お酒がガチガチなのも、もう全部ガチなんだ要は楽しめるってことです。皆さんぜひ、お試しください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またもうベロベロです。もうベロンベロンになりました。もう腹パンパンですすいません。いやー、出てきたらねこの感じでしょ。わー面白かったです。あの本当になんだ、神戸でさ食べ飲みしてさ、なんか海外旅行に来たみたいっていうのがさ、みんないっぱいいろんな人がさ三宮とかで言ってるけどさ、灘区でできますから安心しておいてください。皆さん楽しんでください。ごちそうさまでした。